ソーセージエッグマフィンエッグマックマフィンマックマフィンは、ファーストフードチェーンのマクドナルドが販売している、ハンバーガーである。マクドナルドの本国、アメリカ合衆国のみならず、日本でもブレックファストメニューとして販売されている。ホームページでは、ソーセージマフィン、ソーセージエッグマフィン、エッグマックマフィン、チキンエッグマフィン、ツナマフィンについても取り扱う。1960年代に、 ハーブ・ピーターソンにより、エッグ・ベネディクトを元にして発明され、1972年に全世界に向けて発売され、日本では1979年10月にエッグ・マック・マフィンが発売され、アメリカでは1970年代には全営業時間で販売されていたが、現在はブレックファストメニューとなっている。日本で現在常時販売されているのは上から5種類である。 オーストラリアでは、マック・オーストラリアが、ザ・フティバーガー、ミニ・フティバーガー、マッシブ・マック・マフィンと共に上陸したのに伴い、オーストラリアン・フットボール・リーグとナショナル・ラグビー・リーグの1998年シーズンに、マッシブ・マック・マフィンをスポンサーとした。オーストラリアの店舗では、マッシブ・マック・マフィンが、現在でも他のブレックファストメニューより人気がある。フィリピンでは、 毎年、ナショナルブレックファストデイになると、朝6時から先着100名限定で、マックコーヒーと共にマックマフィンを無料サービスすることを、やっている。ありがとうございます。